スタートしました3番、しゲル時代祭りが少し遅れましたさらには13番、ディアスプレッドも大きく遅れていますさあ、まずは8番のサンアルパインデルカ、内から2番のパストラーレ、2頭の間から5番のエルフベレーザ、相模なく9番の東海バレット、外目4番手、追い上げて6番のレッツ・イットラン、その内から1番のマイネル・オフィール、そのあと7番のウィン・エアフォース、ここまでが一段、あとは大きく離れてしまっています。 1> 今一コーナーから二コーナーカーブへと向かっていくところで、今晩。今度は五番のエルフベレーザが先頭に変わって、一馬身リード。八番のサンガルファイン。一馬身半差の二番手。内接近は二番のパストナーで、さらに六番レッツイットラン。二番手三頭が広がって、二コーナー回り切って、無効除名と出ます。一馬身半差、九番の東海バレット。前から五頭目。その二馬身後ろで、一番のマイネルオフィール。さらに外、七番のウィンエアフォース。これをかわして上がりました。あとは六馬身、七馬身。十二番マイネルスウェルテ。その後また七。 バシンがいて4番のマロン・ミルフィーユその後また6バシンぐらい切れています10番スピリッツ・ミノル外3番シゲル時代祭りインコース11番のマイティブローあとまた7バシンぐらい空いて13番ディアスプレッド最高峰3コーナーカーブを回って600を切りました今度は8番のサンガルパイン先頭9番の東海バレットが2番手さらに7番のウィンエア・フォース3番手から前2頭の外合わせていきます1バシン半差6番のレッツ・イットライン4番手1番のマイネル・オフィール外から進出4着切って4コーナー 3。馬ンぐらい相手2番のパストラーレ第4コーナーカーブこれから直線に向かいます。8番サンガルパイン9番東海バレットこの2頭の争いに2。馬身差外から1番のマイネルオフィールを追ってきた。7番のウィンエアフォースはちょっと伸びがないか。内ちらそれから6番のレーススイットランです。先頭9番の東海バレットに変わった外1番のマイネルオフィール。この2頭の争い。あとは離れている。戦闘9番東海バレットゴール2着1番マイネルオフィール。その後4。馬ン5。馬ンがいて6番レッツスイットランと7番のウィン。 この2頭並んで3着争い接戦。